ガチャが更新されるとき、それは新しいキャラたちの出会い。そんな様々なドラマを生んできたガチャ動画も今回で記念すべき20分に突入。今日は一体どんなメモリアルドラマを生むのかな、ね、もう一回ぐらい、あ、来た来た来た。これでアリサが来てくれたらもうそれでバッチリですね。今回欲しいキャラクター回収ですね。タエちゃんはいつかちょっとドリフェスでリベンジしたいなと、もうなんか出た気で言ってるけどね。さあ緊張してきちゃった。アリさーん、アリさーん、アリさーん。今日の記念日は特別だからさ。本番来たわ。さあというわけで今回来ましたね。みんながいたから一概アリサちゃんゲットできました。本当に素晴らしいわ。これでちょっとね、理想のクールポッパが作れますんでね。はい。あ、リミちゃんいなかった。いいんでね、行きます、スタートン。さあ、初手どうなるか、二次演出。はい、大丈夫です。はい、まず準備運動が終わりましたね。はい。今ドリフェスやってるよね。はい。まあ、そうなる。え？ん？ちょっと待って。俺の目が悪いのかな？ちょっと一回調べてもいいかな？本当にドリフェスやってるかな？ねえ、ねえ、あるだろうな。ちょっと見どころがないんだ。あ、よかった、久しぶり、ありがとう、本当に神様。ピックアップ、ピックアップ。千里先輩、千里先輩、千里先輩。あー、タエちゃん、ちゃんとあったよね。え、これ俺多分持ってないぞ。大切なメモワール、花園、タエちゃん。あー、千里先輩、あー、千里先輩、あー、千里先輩。どうしてかしら、なんだか急に吹っ切れちゃったの。眩しい。あやちゃん来てる。これはふわふわピンク担当、あやです。ミャルヤマあやが挨拶しました。ということはこの後ひょっとするとこのミャルヤマあやが水着となって私の端末へ来てくれるんじゃないでしょうか。いい感じにミャルヤマ来てます。ミャルヤマ、ミャルヤマ、ミャルヤマ。大切な思い出作れてよかった。水面を撫でて、ミヤルヤマヤ。さあ、これがね、エンターテイナーです。自分の頭の中で脳内サライが流れてきましたね。脳内サライが流れてきましたね。もうなんかゴールが見えてきましたね。たまりました。あ、ちょっと一回ぐらいやっぱりにじみたい。あー、嘘だろ、になんか水着ガチャって俺いい思い出ないな、本当に。ひゃーぐらいちょっと出てきてくれないとちょっとやだなって。やだー、ガチャってやだー。さあ、70連目ですよ、もう。70連目でまだ、てか60連引いてまだ一回も虹来てないってのは、これはちょっと確率操作を疑いますね。マジで言ってる、これもうやめていい？ちょっと今ブシロードさん株価ちょっと下落してるんじゃないですか。大丈夫ですか。なぜこのようなことが起こったのだろうか。確率操作、それともこの世のものでない存在の仕業なのだろうか。今となっては誰も知る者がいない。しかしこれだけははっきりとわかる。あの時使った諭吉三人はもう二度と帰っては来ない。知ってる、みんな大体爆死したらこのトーク全部カットしてるからね。編集してすごく短くなってるけど、俺ガチャのたびにいろいろ喋ってるんだよ。でも爆死をしたらカットになる。カットにしたくないよ。カットかな。あ、すぐ、かわいい。うん、絶対それがいいと思う。天井行こう。うん、絶対それがいいと思う。天井行こう。羽沢つぐみちゃんね。はい、たまりました。驚くべきことに、一回もサイリウムが虹になってない。わあ、虹が来た。よかった。やっと虹が見れた。嬉しい。ようやく虹が見れたよ。
久しぶりに見た。本当に久しぶりに見た。一緒に泳ぎの達人を目指しましょう。心がいる。今回マーシー天井コレクションに赤宮イブちゃんの海辺のポージングが新たに追加。このコレクションどこまで増えるのか楽しみだな。ルルルルルン、目に見える証拠があるって。あれおかしいな、あのロードの時間の長さ何だったんだろうな。さあじゃあ30連目ね。さあどうでしょうか。お、来た。今回すごいぞこのガチャ。さあ、あイブちゃん来たと思ったのにな。さあどっちだ、新規でいいよ。贅沢は言わない、新規でいい。星空の下で牛ごめんリミ、よかった。とりあえず、うん、新規のリミちゃんゲットすることができました。いいなバーベキュー、俺もしたいな。バーベキューってあれリア充のイベントだからな、なかなかちょっとねあれなんですよね、機会がないんですよね。みんなもうすぐ花火大会の時期だね。楽しみでしょうがないんじゃないかな。でも花火大会はリア充のイベントだから俺は行けないんだ。そんな時ガルパンにとうとう花火イベントが。これなら非リア充の俺でも花火大会行けるかも。え、その金髪の後ろ姿、もしかしてココロン。現実の花火大会はクソくらいだけど、ガルパの花火大会には行かなくっちゃ。確定枠でココロンミッシェイ。オッケー、大丈夫。なんか花火っぽいですよね。全然これはもういくらでもあっても困らない。本当に小さな光だけれども、全然これから大きな光変わっていく。そういうことだったのか美咲ちゃん。わかったよ、60連目。さあよし、美咲ちゃんありがとう。しゃ、夢を叶えさせてくれ。今回花火大会行けなかった、だからここで花火を打ち上げたいんだ。お願い、生きててよかった。さあ、あと40連でこれひょっとしたら100連とかでいけるかもしれない。さあ来い。お、来た、カノン先輩お願いします。カノン先輩、カノン先輩、カノン先輩。ようやく報われた気がする。とうとう、あ、とうとう昨年のガチャ動画のリベンジを渡す時が来た。ゲットすることができなかったミナとユキナを100連で必ずゲットしてみせる。果たしてミナとユキナは私に微笑んでくれるのか。マーシーガチャ動画溺れるユキチ。さあ虹がね、このねガチャは出ないっていうね、なんか水着ガチャに基本ちょっと僕愛されてない男なんで。待ってるんだ、もうリアクションも取れないよ、もうしすぎたから。よし、やめよう。なんか水着を盗んだとかそういうなんか業を働かせたのかもしれない。ガチャ神様、なぜ。そうか、俺は爆死をしてしまったんですね。だがもうこれ以上スターはない。最後の希望、もしかしてその希望って来月の予算で。でもこれを使ってしまったら来月のガチャが。はい、たまりました。ちょっとどうして私を誘わないの。マーシー天井コレクションに新たにミナとユキナ光に満ちる水の中でが登場。これからこのコレクションどれだけ増えるのかとっても楽しみです。絶対もう増やしたくない。ようやく進める来た。この1年の努力が形になる時が来たのよ。これまでの努力が形になる時が来た。さあ来い、
新規リンカちゃーん、リンカちゃーん、リンカちゃーん。約束をしたかったの。Say yes。星さんキャラがこれ来てるぞ。これかなりいい、いい兆候。アコちゃん、アコちゃん、アコちゃん。ちょっと待って、これか。ちゃうやんけ、当たったと思ったじゃん。完全に勝利してたじゃん俺。なんで書いてあった？マジかよ。いやもうテンション下がってるよアリサ。あー、当たったと思ったな。もうアコちゃん、カノン先輩、当日が楽しみだね。かわいい。あー、カノン先輩かわいいな。なんでこんなにかわいいんだろうが、さっきなんか嫌なことがあったような気がするけど全然そんなことなかったはず。うん、全部忘れてた。カノン先輩かわいいから、なんでこんなにカノン先輩ってかわいいんだろうな。なんかもう俺の心が満足してる。カノン先輩ほんとにかわいいな。さあというわけでね、本当にラストチャンスに、かけていこうかなと思います。やっぱり僕今アコちゃんしかないから。オッケーオッケー、黄色でも全然オッケー。さっき出てきてくれたからね、さっき出てきてくれたので全然ありです。ありありのあり。天井には行きたくないって。つぐちゃん出た、これ良くないやつや。天井行こう、羽沢つぐみちゃんだこれ。アコ、絶対にロゼリアを見失ったりしません。マーシー天井コレクションに新たにダークウォーカー宇田川号が登場。このコレクションどこまで増え続けるのか、とても楽しみ。そう、すぐ、たとえどんなことがあっても君だけは必ず迎えるから、だから少しだけ待っていてくれ。マーシーガシャドウが止まらない高鳴り。嘘だろ、動機がしだしたよ俺。高鳴りじゃなく動機が。さあというわけで最後にね、まだ残ってるんです一応ね、希望という名の花がこちらだ。ほえ、来るかもしれない。これ待って、証拠あるか。カノン先輩、そうだ、それなら私にいい考えがあるよ。かわいい。カノン先輩なんてかわいいんだ。もうカノン先輩だけでいいよ。もう本当に大好きだカノン先輩。もう俺の胸の高いと思います。最近もう黄色見慣れちゃってるから、うん、もうどうでもよくなってるんだよね。さあどうだろうねこれは。いや、カノン先輩来てほしいな。新規でカノンタイム来てほしいもんな。やりたいもん新規でカノンタイム。さあ来るか。お、儚い先輩来るということは、つないでキャノン先輩、キャノン先輩、キャノン先輩、キャノン先輩。はい、あやちゃんらしいね。かわいい。カノン先輩、なんでこんなにかわいいんだよ。なんでその唇、君のその唇を見るだけで僕の気持ちがときめくんだ。え、ひょっとしてこれが恋、もしかしてこれが恋というものなのかい。カノン先輩、あー、なんでかわいいんだ。カノン先輩いいか、一度でいいからこの気持ち、この気持ちだけでもカノン先輩に届いて。今まで苦労したかい。やったさあピックアップ仕事してくれぜ。これはもうどっちか来てほしい。メルヤマー、メルヤマー、メルヤマちゃんだって絶対すごいんだよ。ありがとう。ここにね、1日1回限定がね、はい、これを引いて終わりたいと思います。さあどうかな、来るかなこれ。ちょっと待って、ほんまに来るかもしれない。これやばい。いやこれ本当にね、おまけコーナーでやろうと思ってたらまさかの虹。行きます。ミャルヤマー、ミャルヤマー、ミャルヤマー。私がすごいならさよちゃんだって絶対すごいんだよ。
ごちそうさまです。もう一回虹を、よし来た。サーヤ、そしてご主人様、カモン。ご主人、さあひなちゃん。絶対あ、いい来た。俺も今ルンってした。出た。なになにつぐちゃん、新規。ってことはひなちゃん多分パワフルタイプで来るのかな。あー、タイちゃん。ちゃんとあったよ。ね。大切なメモある花園タエちゃん、いやいい、これあともしかしてこれでもう一人来たら確定だね。神引きがね、あらちゃん。たちのいつも通りも空と同じなのかもしれない。変わりゆく空、あれんこちゃん、カンパニーしたくないんです。とんでもねえ舞台上、やべえガチャに出会っちまった皆さん見ましたが、これがドリフェスですと。さあ、あ、ひなちゃん、まさか、それ絶対いいよ、ルンってきた。なんとなくそんな気がしてきた。なになにつぐちゃん、いいよいいよ、聞かせて。その隣のつぐちゃんが欲しいんだな。来たか、100年で終わるか。あ、つぐちゃん、そうしたらこんなアイディアを入れてみるっていうのか。え、嘘、本当に来た。あのね、ひな先輩、まやちゃんのドリフェスも持ってないんでね。はぐみ、いいね、マリー・アンドロメダ。あ、こんなテキストだったんだ、俺知らなかった。諦めてないよ、はぐみちゃん。俺は絶対サイを当てるまで引くから。あ、まだある。さあ来い、確定役まだあるぞ、はぐみ。滑り始めたらまずはバーって滑るんだよ。はぐみガチャ邪魔ね。でもちょっとあのはぐみちゃんが欲しいんですよね。あのスマイルポルスの時のはぐみちゃん、いやーいい感じにすり抜けるね。よし来た、サイヤお願いします。佐藤先輩、私もお手伝いしましょうか。まだまだまだ全然あり。あぐみ、みんなの笑顔絶対見守ろうね。来た、花咲く笑顔来たぞ。はぐみちゃん待ってた、カノン先輩ごめん。はぐみちゃんお願いします。来てる、ポッピンパーティー来てる。ということはサーヤ、モカちゃんちょっと違う、でもモカちゃんの大好きなものは山吹ベーカリー。ということはサーヤ、リミちゃん、いやこれは来てる、リミちゃんが大好きなものは山吹ベーカリーのチョココロネ。ということはサーヤ、アコちゃん、ちょっと関わりがわからない。絶対に今回のガチャ動画だけで山吹サーヤを当てる。だから待っててね、サーヤ、君を迎えに行くから。そして絶対天井には行きたくない。もうそんなこと言って嬉しいくせに。見たくないんですけども、交換可能枚数に達しました。はぁ、あ、なんかもうここ来るのも慣れたな。サヤーサヤーサヤー。うん、そうだね、なんたって今日はハロウィンだもん。マーシー天井コレクションに新たにお姉ちゃんは魔女、山吹さやちゃんが追加、おめでとう。また増えた、かー黄色見慣れてきた。私が紡いだ儚い言葉の数々、じっくりと堪能しておくれ。儚い先輩、儚さは永遠に。あ、またかい、儚い言葉の数々、じっくりと堪能しておくれ。びっくりした、俺タップ間違っておっしゃったから、なんかバグったかと思った。ロードした今。来た、また。私が紡いだ儚い言葉の数々、じっくりと堪能しておくれ。今回めっちゃ出るじゃん。いやもうフォーエバーだよ、カオルさん。確定枠にカオル様。言葉の解釈は人それぞれ自由。え、これ持ってねえわ。儚きババ抜きセタカオルイエー、インフンでるからね。儚い、ここに来てようやくココロンが出だしたっていうね。ごめんね、ココロン最近ずっと浮気ばっかりして。来たちょっと待って、300年引いて P
ピックアップ一回も仕事しないってある？まああるか、可能性としては。誰が飛行がもう一回は天井に行っちゃいますけど、ここでどっちか来て白溜まりました。しかも300年引いて一回もピックアップ仕事せず。自分たちで手作りしたものを売るみたいな感じなんですね。今回イブちゃんよう出たな。マーシー天井コレクションに新たにみんなでチクチク奥沢美咲ちゃんが追加。これからこのコレクションどれだけ増えるのかな。うん、楽しみ。いただきます。おいしい。はい、そして続いてカメラを向けるな、みたけランちゃん。ランちゃんがキノコを食べてる。ランちゃんがキノコ、これイラスト的に大丈夫？まあまあまあ、そうだよ、大丈夫だよ。普通にキノコ食べてるだけだから。これでね、ちょっとね、あらぬ妄想したあなた、多分心汚れてますよ。てい、あ、ランちゃん、その気持ちをそっち届けたい。俺の気持ち届けたい。ますよ、ブルーバードが。ラスト10連お願いします。10連奇跡を起これ。焼き色わからん、まだランちゃん来た。おいしいです。わあ、来たよ。カメラを向けるな。いや、このイラスト素晴らしいな。俺は君たちの笑顔を見るためだったら何度だって課金をし続ける。たとえ何度爆死をしても。もうこれはね、引くしかないよとね、廃課金税は思っておりますので、私も廃課金税の一人としてこちらを引かせていただこうと思います。んじゃあスタート。これで虹が来たら超激アツ。さあ来い。あー、黄色でもいい。アコちゃんが来るならばそれでいい。あなたならきっと正しい選択ができる。違うかしら。マジか。え、ちょっと待って、あれなんですよ、俺今回このユキナさん最後にして死に戻りする。俺は君たちの笑顔を見るためだったら。演出がまさかの40連揃うか。そんなことがあっても、まあそれはそれで嬉しい。ただ見せ場的にまあ、うん、まあでも、うん、自分が良ければそれでいい。あ、一歩足そう。これかしかも。ここは、そうか、また来ちゃったのか。ガチャ神様、また爆死しちゃったみたいです。早速課金し直して。ね、できないってどういうことですか。な、それは確かにそうなんですが、てかガチャ神様そういうところも見てるんですか。そうなんですね。じゃあ俺のことをこのまま殺してください。俺、あの子と約束したんすよね。全員当てるから待っててねって。でも、その約束が果たせなかったら、これからのガチャ引いても意味ないっすよ。ガチャ神様。戻ってきたのか。あ、スターもある。さてと、約束、叶えに行こうか。でも俺不安なんすよね。虹が出ても当たるとは限らないし。バカっすよね。当たるかもどうかもわからないのにずっと引き続けて。でも俺にはこうすることしかできないから。この選択肢で合ってたのかな。このルートしか選択肢はなかったと思う。そう、うめ、こんな時期にドリフェスだと。ならば俺もこのカードを使うしかないな。バーサーカーソウル。クレジットの残高がゼロになるまで課金をしなければならないこのカード、貴様らに俺の本気を見せてやる。課金スター G、 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 課金スター G。これが俺のドリフェスだ。いや、虹来てくれ。
いやマジか、ちょっと待って、あ、めまいがする。ドリフェスやってる今日？ドリフェスって今日よね。さすがに50連して星4がないってことある？俺バーサーカーソウル使っちゃったんだよ。もう後がねえんだよ。この気持ちを共有できるのはとても大切なことだよ。本当だよ、誰か俺のこの気持ちを共有してほしい。言うても虹よ。ほらもう来た、待ってたよ。ドリフェスやってたわ、よかった。この緊張感お願いします。はぐみーも最高の今日を楽しんでいてね。わかった、僕は今日君のサンタさんになる。ありがとう、メリーパーティー来たぞ、はぐみちゃん。嬉しい。このハグは親愛の証です。本当だよ、このハグはね、本当に親愛の証。ありがとう、イブちゃん、いいハグをもらったよ。カオル様のプレゼントはもういいから、あのミッシェルください。ひまりちゃんか。よし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 、まだあるまだあるまだある。よく、あ、ミッシェル、ミッシェル、ミッシェル。今日みんなと一緒に入れて本当にくれた、カオル様ありがとう。ひまり、ハグミン、サンタさんも最高の今日を楽しんでいってね。おお、だいぶ楽しんだよこのクリスマスガチャ。ハグミちゃん、俺はもう楽しんだ。だからひまりちゃんが、あー、リンコちゃん。私このままでいいのかな。これか、ピアノ、あのね、もう紙イラスト仮入部員のリンコちゃん、全然ありなんだよ、全然ありなんだけど。ハカションミン、アンドカンパー。そしてこれもドリフェスやんけ。ちょっと待って、これなんというかな、これ、いや、あのね、あの別の意味でこれはね、いろんな人から恨まれるな、まあ、別の意味というかシンプルに恨まれるな。はい、ということで、もう今年にだいぶ見慣れましたね、このね、交換可能枚数に達しましたということで、ケーキでも食べながらちょっと休憩なんてどうですか。マーシー天井コレクションに新たに上原ひまりとっておきのデザインが追加。もう1枚で収めるのが難しくなってきたぞ。本当にね、行きます。そろ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 、そろそろ、よし、カオル様、そして千里先輩、プリーズ、カオル様、カオル様、カオル様、来たと思ったのに。いやマジかよ。サンヤン、私の気持ちどうしてもカスミに伝えたいんだ。俺も伝えたいんだ、言葉じゃなくて気持ちが。ロリサギ千里先輩とセタロリス、あ、あ、カオル様、あ、カオル様。じいちゃんはセタ本当に強いね。私と大違い、かわいい。じいちゃんと一緒に来たぞ、ラブラブビーム上原ひまりちゃん。さあラストでもまだ可能性はあるから行きたいと思います。お願いします、あと1回だけ。来た、大きい声出しちゃった。お願いします。今日でガルパンも1000日を超えた、俺のガチャ動画も100回を超えた。その度につまずいて転んでガチャ沼の中をよろめきながら進んできた。課金で汚れちまった僕の世界、浮いた話なんかない。それでもこれまで積み上げたものを落したくないんだ。頑張れ。だからここで千里先輩を当てなきゃダメなんだ。おお、これは食べられる果物だそうですよ。2019年下半期も多くのガチャ動画をご覧いただきまして誠にありがとうございました。これからも皆さんにたくさんの飯まずを届けていけるように頑張っていこうと思いますのでよろしくお願いします。そして下半期7回も天井行ってたんですね、意外とショック。